日本で一番最初に飛び入学をなされた佐藤さん。好きな科目だけ勉強して、他のはもうコーチ。そしたら超怒られて、他の大学でやられたらもう受けてた。どういう入試だったのか。入試問題は、小論が5時間。もうボロクソ言われました。すごい特別じゃないですか。めちゃめちゃ特別。特別さあ、ここからですね、はい、ちょっと奇抜な見た目のドライバーさんにも言っていただきました。日本で一番最初に飛び入学をなされた佐藤さんということで、はい、物理でしたっけ、専門は。あ、そうそう、物理ですね。そうですね、うん、物理をやってた、そして飛び入学して、ただまあ、厳しい現実があり、ね、トラックの運転手になったっていう記事、それを取り上げたら、まあ、めちゃめちゃ叩かれてた。そしてね、ご本人さんもコメントしたんですけど、そう本人も、そう叩かれてた。ちゃんと記事を見ましたか、ちゃんと読んでくださいだの、どこの情報ですかだの、いろいろ読んでました。本人なのに俺の方が100倍知ってるんだよ、あの記事より。まあ今回ちょっとですね、ご本人に聞いていこうと思うんですけど、あれ別にトラックの辞書をバカにしてるとかそういう記事だろうけど、そういう風に僕は言ったわけじゃありませんので、うん、まあね、そのあれに沿ってね、タイトルがもうひどい、これは炎上だとか言われて悲しい現実としか書いてない。まあいろいろね、そう、だからどうしてこういう人生になったのかとか聞いていきたいと思うんですけど、まあまあ、なんでそんな頭なんだっていうのはなんで仕込んできたんだっていうのはまず中高では勉強はできたんですか。中学2年終わりぐらい、まだほとんどしてない、うん、お、何してたんですか。遊び回ったりね、はい、中学校は野球、はい、ね、うん、だから家5、6時帰ってすぐ寝ちゃうね。あ、はい、みんなそうで、すぐ寝て起きて、あ、まあ、2時、あ、どうしよう、寝るか起きるかっていう、そんな感じ。で、そっから勉強にどう目覚めたの。そう、中3始めぐらいに本気出して高校入試ですね、じゃあ。そうそうそう、で、勉強し始めて、そうゴンと一気に200何番とか、はい、順位、ね、定期テストとかそんぐらい上がって。天才的な感じだったんですか、それとも努力の感じ。それはちょっとね、程度問題だから分かんないですよね、正直。塾とか行ってたんですか。あ、塾はね、行ってたけど、なんかみんなで、こいつ行くからみんなで行こうみたいな。で、帰りと遊んだりとか、はいはいはい、ちゃんとはやってなかったですよね、行ってたは行ってたけど。まあ、なんとかなんだと思ってやってないと続けられないですよね。で、成田まで行くわけじゃないですか。高校成田、はい、うん。いいとこなんですよ。そこから、芝大の、どうして飛び入学に。一回は中3の時に、うちの、ね、親と話して、大学まで行きたいなっていう話はしてて、うん、したら超怒られて。そうなの。うん、そう、超怒られたから、高校入試まではとりあえず5教科あって、それを我慢してやって、高校入ってからも、やっぱり大学行きたいって話すと、超怒られたから、もう逆にもう、あ、じゃあもうあの好きな大学やりませんからって言って、好きな科目だけ勉強して、他のはもう放置。それが理系科目。物理と、あとそれに関係するやつ、科学や数学とか、それしかやんない、あとはもう放置。そうだったんですね。あと全部赤点のような。あ、そういう感じだったんですね。そうそうそう、そう、もう大学行かないって、もう諦めて、もうじゃあ好きなんだけやりますよ、って。なるほど。そう。そんな感じだったんですね。うん、じゃあもうそっちに全振りして行って、そこで高校の先生の言葉から始まるんですよね。6月、7月ぐらいに朝の会とか帰りの会とかで、こういう制度が始まるよっていう。うんね、担任が言ってきたんだね、うん、はい、そこで、でそれで、ああ千葉大でやるんだってことで、はい、でその時に親もちょっとこっちもガッて言って、でしたらまあ仕方なくっつうか、まあ通える国立、うん、まあ、千葉大ならまあまあ仕方なくってことで、はい、ああいいっていう感じだったんですね、うん、そうそう、だから他の大学でやられたらもう受けてないです。へえ、うん、で飛び入学の話来て、1個に集中した天才的なものを集めるみたいな感じだったんですか、標本みたいな。そうですね、そういう見方をする人もいますし、始めようとした学長がやっぱりそういう人だったんですね。すごい虫のことが好きで、他の科目がやっぱ苦手で、そういうやっぱり好きなことをこう集中してしっかりやるっていう、うん、それをやらせてあげたいという、じゃあもう物理一本っていう、まあ、そうそうそう。え、覚えてます？どういう入試だったとか。あ、入試問題は、まあ今過去問にも出てるんですけど、火星の水がなくなるとかそういう話と、はいはいはい、回転座標の中でのキャッチボール、メリーゴーランドの中でキャッチボールとか、エネルギー保存を、まあ他の座標で系で見たらどうなってるかっていうのだったと思うんですけど、まあ、うん、今過去問にもなってまとまったんですけどね。じゃあぜひ見てみてください。うん、なんか答えのないような感じなんですか。あ、そうそうそう、答えもないし、対策もできないですね。普通の入試だとこう赤本があって、それ勉強しようかなとか、うん、だけどもう対策のやりようがね難しい、まあ、そもそも過去問もないし、うん、ないないないし、だから持ち込みなんでもいい。
あ、そうなんですね、うん、へぇ通信機器以外はね。あ、そうですね、うん、だから辞書持ったり本持ったり、うん、それは OK。でそれで小論が5時間小論が5時間5時間小じゃねえもはやもうだいたい小論5時間でその後実験が3時間実験うん実験が3時間でその後にまたその日を変えて面接1時間実験何したの実験はエネルギー保存のやつで例えば高校だとエネルギーを点で考えですねもの、うん、だから実際のものは形があって例えば球転がせば大きさもあってで摩擦もあって、はいうん、あるいは回転運動もあって、うんで、回転させるための、まあ、エネルギーも必要で、うん、で、そういう風にすると点で見た時とは合わないですね、うん、それを考察するような、何人もいたんですか、それは。受けた時は1期目はね、11人かな、うんうん、それ千葉県中じゃなくて全国からそう、イギリスから来た人イギリスから来た人で、あと受かったもう2人は福岡の人、はいうん、福岡2人、千葉1人のそうそうそう3人が合格って、うん、あそういう感じだったんですね、うん、やってる時はもう誰が受かるなとか分かんない状況ですかやっぱこいつすごいなとかあるんですかいやー、昼ご飯の時にちょっと喋って昼ご飯とおやつの時間とちょっとまあ雑談はするんだけど、はい、成田って言ったらなんか笑われた感触がそうなんですねまあでも、うん、他の千葉の人いたんですかちょっとはっきり、うん、覚えてないけどね埼玉の人はいて埼玉と横浜と、はい、あとはあと春日部のあ埼玉かあでも面接もあったんですもんねそうその後の覚えてます面接こんなんだったのは面接はね1時間で30分で面接官入れ替わって、うん、もうボロクソ言われましたね、成績がさあなるほど、ね、なんでこんな成績悪いのとか聞かれちゃったり物理数学で振り切ってますって言ったんですね本気出しましたっていうのとあと、うん、なんで世界史できないのって言われたからいやー分かりませんって、そうなっててあとトンチンカンのこと聞いてくる先生いましたよ、ね、あそうなんですか、うん、ビッグバンの反対が起きた時に心配にならないって聞かれてそんな話うん、宇宙膨張しててそれが戻ってくるっていう予想もあってそれ心配にならないって聞かれたんですよしたら、いやー分かんないですねってなるんですよ、したら他の先生がいや、そんな先の話さとか言ってそう面接官の人で突っ込んでて縮まっててて、ね、僕らが生きてないでしょうし、うん、分かんないね、はい、あとは実際に通うとしたらどうだって話もしてくれて家から何時間かかるのとか、うん、そういう話してくれてあれこれもしかしてると思ってその時にちょっとあれいけんじゃないのか、うん、いけるかもなーとで実際合格通知はどうやって届く、まあ、学校通してきたんですね学校にもうだんだんずれてきましたけどねもうあとだんだん下の方の毛がだんだんずれてきたこれそうっすか1月17日19だったかなあそっかでも高2だからそっか関係ないですもんね高3の受験勉強してるわけでもないうん、そうそうそうセンター試験の勉強とかもしてないあ、そう、多分そのあたりかもう過ぎてるからあ、まあいいいや、もう今更も時効でしょ、もうやったぜ、みたいになりましたそうから、うん、大学行けるなって、うん、ねそうですよね、うん、しかも目周りが高3やってる中ああで、そうです、僕動画で言ったんですけど、うんうん、それ、高校の終わってない部分どうなんだろうっていう、うんあ、それは、まあ、扱いは中退で、履歴書も中退って書いて。中退になるんですね。そうそう。だから履歴書も中退って書いて。で、うちの校長が、まあ、それだとやっぱりなんか、スッキリしないってことで、終了証書って形で出してくれた。で、まあ、じゃあ中退だけど大学には入れるっていう。あ、そうそう。すごい特別じゃないですか。めちゃめちゃ特別。ありえない、うん。普通はね、やっぱ高校終了ちゃんとしてないと大学って受けらんないんで。うんうん、で、入っていざだってなんかいろいろ特別扱いだったってあったじゃないですか記事にはそうなのかないやもちろん、まあ、授業はね物理学科とかと一緒に出て、うん、でその中で、まあ、先進科学セミナーっていうのがあって、うんうん、でもそれは一般で入った学生も自由に出られるようになっててうん、ねうん、そしてでも一般教養もでも普通に勉強するわけですよ一般教養って文学的なやつとか語学とか普遍教育工学とか、そういういろんなうんうん、関係ないのもやる、まあ、でもそこまできつくないですよね一般の、うんうん、だから自分でなんとかいけそうなやつを選択してっていう感じでも必修語学とかなかったんですか
あ、語学が英語。英語と第二外国語とかをやったことないです。ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、学部生はその4年で、じゃあもう終わる、クリアさ、うん。それでもう院には行こうと決めてたんですね。はいはい、何をやったんですか、学部で。専門は何でしょう。専門は固体物理とかですね、はい、あの微細加工とかそういうやつを、うんうん、ここもうね、呼び乗りさんのチャンネルで話すよなそうね、そうそういうのをやってて、うんうんうん、だから研究は楽しかったです。まあそうで、面白いよね、やっぱり、うん、で生活としては全然大丈夫でした。なんかバイトしたりとか。バイトしたりしたっすよ、うん、やっぱりね、生活は苦しいもんだからいろいろやったんじゃないかな。